21日放送の TBS 系グッドラック月金曜全8時で、週刊文春に緊急事態宣言下の今月、賭け麻雀をした疑いがあると報じられた東京高検の黒川博史務検事長63が辞任の意向であることを伝えた。週刊文春の記事によると、黒川氏は1日と13日、東京都内の知人の産経新聞記者宅で、朝日新聞の元検察担当記者を交えた計4人で、賭け麻雀をした疑いがあるという、黒川氏が記者のハイヤーで帰宅する様子も報じた。産経新聞社広報部は、取材に関することは、従来からお答えしておりませんとコメント。朝日新聞社は50代男性社員が参加していたとして、極めて不適切な行為でお詫びするとの談話を出した。金銭のやり取りの有無は調査中としている。コメンテーターでタレントの小林麻耶は、今回の問題に緊急事態宣言中に記者の家に集まって何時間も麻雀をすることが不思議で仕方がないですとコメントした。さらに、黒川氏へ、もしかしたら自分が感染させてしまうかもしれない、人の命を奪ってしまう怖さがなかったのかなと思えいますと指摘していた。